まみこです。これから男の子を受けする愛されメイクを始めたいと思います。では最初にバニラ粉の下地を塗っていきたいと思います。次にナチュラグラッセのコンシーラーでクマや気になるところを隠していきたいと思います。次にクリアガストのパウダーを塗っていきます。最近はナチュラルメイクが流行っているのでファンデーションは塗らずパウダーを塗っていきたいと思います。次にマジョリカマジョルカのアイシャドウを塗っていきます。まず一番薄い色をアイホールに塗って、それから濃い色をだんだんグラデーションになるように塗っていきます。まず薄い色をアイホール全体に塗ります。で真ん中の色をアイホールの下半分ぐらい塗っていきます。そして最後に目の際に一番濃い色を入れます。次にメイベリンのアイライナーを塗っていきたいと思います。まずはまつげの隙間を埋めるように塗っていきます。目尻は少し跳ねさせるぐらい塗って、まつげの隙間を埋めたら目頭にちょっと黒く塗ります。5分の1ぐらい出ます。少し線をまつげの上にも入れます。次にさっきのマジョリカマジョルカのアイシャドウでさっき塗ったアイラインを少しぼかします。一番濃い色を使ってぼかします。次にビューラーでまつげを上げます。バッチリ上まで上げてしまいます。次に少し毛束がパサパサしているつけまをつけます。次に下まつげをヘレナ・ルビンシュタインのマスカラで塗ります。はい、こんな感じです。次にメイベリンのジェルのアイブロウを塗っていきます。イヴ・サンローランのハイライトを T ゾーンに入れます。次にベネフィットのチークを入れていきます。私は輪郭がシュッとしているタイプなのでチークはシュッと細く入れます。はい、これで片方完成です。ではこれからもう半分を完成させていきたいと思います。これで両方完成です。最後にリップを塗っていきたいと思います。マックのリップです。
これで男のお顔受けするアイシャドウメイクの完成です。キューティーチャンネルのチャンネル登録はこちらです。